もうでも今年はね、ええ、大島さんがいよいよそうですね卒業でどうなるんですかね、うん、ださしこやりたい放題ですよもう本当にやりたい放題になっちゃういやだってもうねセンター取ってああで事務所の先輩でねもともとのセンターの大島優くん卒業ってなったらねああやりたい放題いやでじゃないですかだって秋元先生がそれを多分もう許さないだろうけどね。 そんなって。やりたいうそう調子に乗るから秋元康がいつもそれで怒って俺は幸子に会うたんびに最近はどうなると秋元先生とはちゃんと仲良くやってんのかって毎回聞くんですよ会うたんびに「ダメ」って「本当に私のことキラキだと思う」みたいんでそれ以うに仲そういうその関係なんですよ、あの二人はいつも怒って反発してんか。 さしこがまだ調子に乗るんですよ、うん、何かしらさう秋元先生がそれに対してまたちょっとこうね大きお気をい<る>そう怒ったり注意したりっていう間がそれで仲良くやってるんです実は,、うん本当は